はい、じゃあ最後、久保田に、今日から久保田に向けて準備するんだけど、久保田、特徴は？で、今からメンバー発表するけども、まずあの今回本当メンバーセレクションで非常に難しかった。これは本当にいいことです、チームにとっては。これをもっと難しくしてほしいと思います。これは本当にチーム力向上につながると思います。なのでやっぱり選ばれたメンバーで、やっぱりサンゴリアスの代表として、やっぱ久保田に向けて、しっかりフィールドでもそうだし、オフフィールドもそうだし、リーダー中心に、セーブピクチャー見るように準備しましょう。で、選ばれなかったメンバーも、もうサンゴリアスの一員としてね、しっかりまずはメンバーサポートすること。と、やっぱり自分の成長。で、これでみんなで昨日も話したけど、成長します。まあ、今選ばれたメンバーも選ばれてないメンバーも、もう一日一日成長してくるのに変わらないから、本当に止まらない、もう成長し続ける、競争をやめないって言ったけど、もう今日の練習からね、しっかりもう交代に対して今週準備していくけど、私たちが全員もう諦めない、一日一日全員で勝負していく、成長していく前に持って OK、全然いいイメージ持ってるし、行きましょう。じゃあ、まあ、昨シーズン、まあ、準優勝という結果になったんですけど、まあ、シンプルにパナソニックさんが強かったなっていう、で僕たちはやっぱ悔しい、気持ちもちろんですけど、まあ、これからチャンピオンになるためにもっとサンゴリアスらしさ、サンゴリアスプライドのところをもっと突き詰めて、ディティールも含めてやっていくことが大切かなと思っています。まあ、今回、まあ、ナオトと一緒に共同キャプテンという形でなったんですけど、まあ、すごいワクワクしてますし、すごい楽しみですね。やっぱりこの歴史のあるクラブでキャプテンになるということはすごい責任もあると思うんですけど、そこをしっかり楽しみながら、自分らしくリーダーシップ発揮していけたらいいなと思ってます。まあ、やっぱりフレンドリー、すごい誰に対してもフレンドリーで、学年とか関係なく分け隔てなく、コミュニケーション取ってくれる優しい先輩だと思います。グラウンドに入ったら本当にスイッチ入れて、まあ、厳しいことも言いますし、まあ、そういったそのオンとオフのところはすごいあれですね、うまいなと思います。まあ、ナオト、まあ、高校の後輩で、まあ、僕が高3の時の1年生で入ってきて、まあ、高校の時はすごいいい子だったんですけど、今ちょっと生意気になっちゃって、まあ、よくコミュニケーション取りますし、本当に、まあ、人としてもラグビー選手としても僕は尊敬しているので、まあ、一緒にやれることになってすごい嬉しいですね。どういう人？うん、いいこと言ってくれよ。変なやつ。おいおい、いい意味で、はい、いい意味でね、いい意味で変なやつ、まあ、あいつにだけ言われたくないです。面白いっす。堀越、ね、いいやつっすよ。なんだろう、男気ある。あー、なるほど。なんだろう、カッコつけてる。ちょっと結構ちょけたりするのに、なんでそんなみんなにはこうクールと思われたいのか、ちょっとカッコつけてる。もっと素を出してほしい。堀越康介、どんな人？
あの膝ずっと洗ってます僕で。何それどういうこと、ずっと洗ってんな。膝は綺麗にしとけ。強さの秘訣やな。そう。膝大丈夫？だから痛み感じないから。いじってるやん。まあ、堀さんは、まあ、ジャパンの時もそうでしたし、自分がちょっと困ってる時に、まあ、困ってる顔 してたのか分かんないですけど、うん、そういう時に、うん、あの堀さんの方から本当に声かけてくれて、うん、的確なアドバイスをくれたりとか、まあ、僕ら後輩にも気を配ってくださるところがあるのが本当に僕たち後輩からしたらすごく心強いですし、うん、思いっきりプレーもできるような、うん、そういう言葉をかけてくれます。みんな体大きくなってましたね。なんかすごいすごい体大きくなってるしシャープになってて、なんかみんなすごいまず努力したんだなってまず形から見て分かりますし、チームの雰囲気もすごいもうやってやるぞみたいなこう活気づいた雰囲気がすごいあって、うん、帰ってきて、ああサントに帰ってきたなって思う分、やっぱりなんか今までとちょっと違う雰囲気をすごい感じましたね。はい、まあ、堀越はまあいけるっしょっていう感じでだと思うんで、直人は、うん、まあ、常に、まあ、周りとコミュニケーション取って本当細部まで明確にしたいっていう、まあ、細かい人間、まあ、意外と、まあ、そういった真逆の感じでバランス取れるんじゃないかなとは思ってるんで、まあ、それに、まあ、自分たちは、まあ、ついていくだけだし、まあ、やっぱ2人は導いてくれると思うし、まあ、それに対して自分たちもまあ、ただ聞くだけじゃなくて、まあ、積極的に全員がリーダーシップを出していって、まあ、その上で2人が引っ張ってくれれば。どんな人やろな。お茶目、お茶目。人が真剣に話してるときにめっちゃ笑う。リーダーからしたらちょっとやめてくれても。どんな人？うん、バネのある人。しか思いつかない。気使ってる。気使ってるな。いいやつ。いいやつ。あんま喋らない科目だけど、うん、結構仲間思いで、僕が誕生日に誰からもメール来てないときあいつだけくれたってなります、ね。めちゃくちゃいいやつなんですよ。あいつめちゃめちゃいいやつなんですよ。本当。フレイはもう言わずもがなでしょ。僕のちょっとした。吐きながらのちょっとしたくらい。ちょっとしたね。うん、いやもう追い越されそう。だいぶね俺に近づいてきてるけど、うん、もうちょっと。あんまり変わってるイメージはなくて、まあ、新しい選手、若い選手っていうのは、まあ、たくさん入ってて、まあ、勢いもありますし、まあ、練習中もハングリー精神が出て、まあ、昔と雰囲気はあんまり変わらずすっと馴染めたかなと思います。まあ、この2年で、まあ、いろんな海外からのスーパースターとか来てて、まあ、試合のレベルも上がってると思いますし、2年間で自分がどれだけ成長したかっていうのも試合を通じて、まあ、それを感じ取れる部分もあると思うので、まあ、すごく楽しみです。まあ、個人的には、まあ、まずパフォーマンスを上げて、2番の来てしっかりグラウンドに立つところと、まあ、来年ワールドカップもあるのでそこに向けてもしっかりいい試合というかいいコンディションを持っていけたらいいなと思います。まあ、個人的には、まあ、ベスト15だったり、まあ、MVP だったりっていうところをしっかり目指して、まあ、スタンダードっていうところを、まあ、高く持って、自分のスキルっていうところをどんどん出していきたいなと思います。チームはもちろん優勝ですね。もう何が何でも勝つ、1点差でもいいから勝つ、もうそこに対して執着して
ラグビーやっていきたいです。まあチームとしてはもちろん優勝を目指して、まあ、自分たちのアグレッシブアタッキングラグビー、初戦から80分間通して前面に出していきたいなと、まあ、あとはもちろん、今年特にもうアグレッシブアタッキングラグビーにみんなこだわっているので、本当見ているファンの方たちも本当に面白い、もうリスクを怖がらず攻め立てていく姿を多分見れると思うので楽しみにしててほしいです。今週から始まるコード戦に続いてどんどん試合を重ねていくと思うんですけど、皆さんの応援がチーム選手を押していく形になると思うので、ただ重要な場面でそういった声はすごく選手にとっては力になると思うので、ぜひ会場に来てください。本当にいつも、熱い応援本当にありがとうございます。特にホームゲーム、昨シーズンのホームゲームに関しては本当にたくさんの方が応援してくれて、で自分たち苦しい時間帯、自分たちの大きな力になったので、ぜひ今シーズンも、ホームゲーム問わずな会場に足を運んでいただいて熱い応援よろしくお願いします。